よろんこんにちは。せよ。もごもごみんな。えー、一旦まず最初、これから聞いてください。最近、韓国で大人気の映画、パミョという映画があります。 最初はここまで人気があると思わなかったんですが今現在韓国の中で1000万人以上が見た映画になっていてかなり噂になっている映画ですね私も見に行ったんですが面白かったのでこれもちょっとだけ話してから、まあ、そのつながりで今日の話もしてみたいと思いますが簡単に言いますとこのパミョという映画は韓国のお墓の文化がのぞける映画です えー、オカルト的な面がある映画なのでオカルトが好きな方はこの映画見に行ってもいいと思いますね、まあ、詳しい話は、えーまあ、してしまうとデタバレになってしまうので、えー、そしてまだ日本では未公開のようなので、えー、もしかしてこれが日本で公開されたらぜひ見てみてください、えー、この映画を見る前に皆さんが一つだけちょっと覚えてほしいところがありまして、まあ、こういったところも分かったら面白いんじゃないかなというところなんですがこの パミョという映画は主役が4人います。その中で1人が金三サという方で、この名前がもともと独立運動家の名前から持ってきたんですね。そしてこの女性がイ・ハリンといって独立運動家から名前を持ってきました。そしてコウ・ヨという人物も朝鮮末期改革派の名前を持ってきました。 そして若者の男の名前がユン・ボンギュになっていますがこれは韓国の教科書にも紹介されて韓国人だったら誰でも知っているとても有名な独立運動家からこの名前を持ってきましたねもちろん日本から見てみるとちょっと不愉快なところもあるかもしれませんがそういったところを触っているわけではないのでただこの名前だけま韓国では英雄と言えるでしょうだからその独立運動家の名前を持って でできたので、まあ、そういったところも確認しながら、えー、見たら面白いと思います。えー、なので、少し映画の内容は、えー、日本と関連がありますが、 まあまあ、詳しく言ってしまうとネ、ね、タバレになってしまいますのでその中でちょっと侍の姿をしている鬼が出てくるんですが、えー、この侍の行動を見てみると日本の石田三成とか、まあ、小西行長織田信長徳川家康加藤清正の、えーまあ、いろんな面から持ってきた、まあ、鬼が出てきますので日本の歴史が好きな方も、えー、ちょっとこの映画見てみたら面白いんじゃないかなと思います、えー、ちなみに日本と韓国の鬼の違いが 気になる方は、えー、以前の動画を見てください映画の中でもやっぱり日本の鬼は、えー、と朝鮮の鬼と違ってとても怖いという、えー、そういった説明があるので、えー、これを見たら、えー、もっと映画が楽しくなると思います。これは動画の最後にリンクをかけておきますので、えー、興味がある方はぜひ見てくださいね。じゃあ今日はどうしてこの話から始まったかというと韓国人にとってお墓というのは 風水的にとても大事なところなので、ちょっと重い意味を持っているんですね。21代を四女の場合も、風水的に悪いところへわざと息子、佐藤星座のお墓を作りました。そして、その孫である22代を長女は、風水的に微妙なところで、ちょっと四女のお墓を作る。まあ、復讐したんですかね。そして、風水的に悪いところで、長、ま、女、あのお父さんのお墓 をを作ったたので、えー、それししましたね、えーまあ、朝鮮の王も、まあ、これを気にするぐらい、えー、とても、えー、韓国にとってはお墓の場所がとても大事な意味を持っていて今の韓国も、えー、まあ、そうなんですね、えー、これが先ほどの映画「パミュ」で確認できます。 じゃあ今日はこのお墓と風水に関して、えー、皆さんが大好きな王スクチョンに、えー、面白いエピソードがあって紹介してみたいと思います19代の王スクチョンには夜中に場外へ出かける趣味が、えーまあったようにトラウマには描かれますね、えー、実際はかなりやってたらしいですね、えー、スクチョンは、えー、ちょっと時間がある時に、えー まあ、一般人の、まあ、様子に変装をして本当に場外に結構出かけて球内ではわからない雰囲気を、えー、把握するのが好きだったらしいです。えー、その過程の中で本当に富と会えたかもしれませんね。 そして、まあ、スクチョン以外にヨンジョも、えーまあ、皆さん、トラマ E さんとか見たことあると思いますが、場外に出てて、えー、周りの雰囲気を、えー、確認するのも好きだったらしいですね。えー、スクチョンとヨンジョが自分たちの家族にとっては、えーまあ、どんなイメージかは、まあ、皆さんわかると思いますが、せめて民にとってはとても立派な王だったらしいです。 じゃあ今日はそのスクチョンのストーリーなんですがある日スクチョンは県の観察のためお出かけをしましたえまあいつものようにまあまあこの時は朝鮮も経済的に発展をしていたのでとても平和な国だったんですねまあ散歩する気持ちで川沿いを歩いてみるとどこからか鳴き声が聞こえましたそれが気になったスクチョンはその鳴き声が聞こえるところに行ってみましたえそこでは川沿いで 自分のお父さんのお墓を作ったヤンバンがいました。 ヤンバンは泣きながらこうやって言いました。父上、風水的に最高の場所にお墓を作ったので、ご安心ください、シクシクシクって泣いてたらしいです。それを聞いたスクチョンは、えー、これはあまりにもおかしいと思ったらしいです。なぜかといったら、ここは川沿いではないでしょうか。川沿いにお墓を作るなんて滅多にないことなんですね。なので、どうしても気になったスクチョンはヤンバンに話を聞きます。お主、 ここは川沿いだよ。雨でも降ったらお墓なくなるよって質問をしたらヤンバンは泣きながら我が村の一番の風水師がここが最古だと言ってましたと言いました。これを聞いたスクジョンいやいやいやこれは詐欺師だなと思ったのかヤンバンを手伝いたいという気持ちがあったでしょうそこでスクジョンは自分の正体をこのヤンバンに明かしてから俺はこの国の王だ。 あの風水師は詐欺師だなと言いました。 えー、そこで、スクチョンは、えー、まあこの親を考える、まあ宗教的にとても立派なこのヤンバンに、えー、ヨガ、もう一度お墓を作り直すから安心しろと言ってから、えー、お墓を作り直す約束をしてくれるんですね。優しいですね。えー、もうそこで、えーまあ、ヤンバンは自分が喋っていたのがこの国の王だったので、まあ、びっくりしたでしょう。えー、そこでこ、ヤンバンはその風水師がどこにいるのか、えー、それをスクチョンに教えます。 それを聞いたスクチョンはまた変装して、早速え、風水師のところに行きます。そこでスクチョンは風水師を呼びますね。誰かおらぬかーそれを聞いた風水師は、どなた様と言ってから、えーまあ、今日お客様の予定がなかったのに、まあ、疑問の顔でえスクチョンと会うことになります。で、 ジョンは、まあ皆さんもわかると思いますが、かなり性格がタフな王だったので、早速、風水師を問い詰めますね。お主は詐欺師だ川沿いにお墓を作らせるなんてって怒ったんですが、それを聞いた、えー、まあ風水師、床この馬の骨かわからない奴がいきなり来てて、自分も避難したので切れたでしょ。なので、何を言うのかプレイムの、お前に何がわかるって言って怒って、 あの場所は、後に王様が訪れる名所の中でも名所なんだって、えー、まあ言い返しました。えー、それを聞いたスクチョン、びっくりしたんでしょう。えー、その言葉通りに今日スクチョンがその場所に訪れたんじゃないんですか。えー、ちょっと状況が把握したくなったスクチョンは、えー、風水師にこうやって聞きます。そうか、お主のような人材がどうしてこんな田舎に、そしてポロイ王子に住んでいるんだと質問をしたら、風水師は、 風水師が財産を求めることになると終わりだという自分の哲学を述べ、そして、それと、ここも名所の中で名所なので、俺はここに住んでいると言いました。それを聞いた祝蝶。え ここがどうして名所なんだともう一回質問してみると風水師はここはいずれ我らの小一派な王様がいらっしゃる運命の場所なのだと、えー、自慢げに言いました、えー、ちょっと、えーま、初めて会った、ま、民から自分のことを褒められたスクちョンちょっと機嫌が良くなったんでしょうかここで少し意地悪をするんですが そうなら、その小立派な王様がいつ頃お出ましになるかわかるのかと聞いたら、風水師は無気になって、俺様が誰だと思うんだもちろんわかるさ。計算するから待てろと言ってから、スクチョンを待たせて、計算しに部屋に入ります、えー。しばらくした後、計算を終えた風水師は、スクチョンの前に現れて、待たせたな。わかったぞ。その日は今日だと言いました。それを聞いたスクチョンは、うん、何も言わずうなずきました。 えー、ちょっと状況が落ち着いた後に、えー、ちょっと考えてみたらこの風水師がちょっと見逃したところがあったんですがこの今日初めて見たちょっともう高い服を着ているこのヤンバンの周りに、えー、普通ではない、えーまあ、ガードマンがいっぱいいたわけなんですよねそれに今気づいた風水師 はい、つまり今風水師は自分の目の前にいるのがこの国の王であることを今気づいたということなんですよねそれが分かった風水師は、まあ、自分の運命を、まあ、諦めたでしょう先まで、えー、自分の目の前にいる人が王様と分からずひ,ひどいことをバンバン言っていたので、まあ、おそらく自分が殺されるだろうと思って、まあ、全てを諦めていたんですがえスクチョンはむしろ笑いながら、えー、それを全部許してあげて、えー、一つお願いして お願いをすするんですね。それは、スクチョンのお墓の場所を探してほしいというお願いでした。風水師としてはこれは命拾いしたんですね。なので一生懸命、スクチョンのためのお墓を探します、えー。それで風水師が全国を探して見つけた場所があって、それをスクチョンに報告します。ちょうなあ、ここが最高の名称です。 と言って、スクチョンもその場所が気に入ったようで、えじゃあご褒美は何がいいと聞いたら、いやこの風水師ですね。本当になんか、まあ、プライドがある風水師だったと思います。 長男風水師が財産を求めると終わりですと言ってそのまま笑いながらその場を去ったらしいですねそれを聞いたスクチョンも母面白いやつだなと言って、えーま、そうやって話が終わります今日皆さんに紹介した話は正式な記録に残っている話ではなくて民間で伝わってきた話なので、まあ、あくまで娯楽として聞いてくださいねこの風水師が決めてくれた場所が京畿道の小屋市というところ で右の写真見たらわかると思いますが、まあ、かなり長めのいい、まあ、素敵な場所になっています。えこの場所でスクチョンとイノノハゴが一緒に眠ってますね。ね、えー、ちなみにここから少し離れて歩いていけるところにチャンイビンも眠っていますね。ねスクチョンのお墓のことがもっと気になる方は、えー、この右上の動画をクリックしてみてください、えー。じゃあ今日の話はここまでです。今日皆さんに紹介した風水師の写真はジョースヌさんが演じ 映画風水誌から撮ってきた写真です、えー、この映画はスクチョンではなくて23代王の寸女の時の話なんですが朝鮮時代の、えー、風水とお墓の話が気になる方はこの映画風水誌を、えー、おすすめしますそして、まあ、その後、まあ今の韓国の、えーまあ、朝鮮から伝わった、えー、そのお墓に関する気持ちが知りたい方は、えー、最初に紹介したパメをご覧くださいね今日も聞いてくれてしんちゃんしんちゃんごまおうよ No.